I'll take you places that you never been. Just close your eyes and free your mind. Somewhere in between a miracle, the music came and saved my life. はい、まずこのオオカブから発根管理したいと思います、まあ、僕は使ってるのはこのタイプです。でもこれアルミなんですよ、まあ、錆びてるけどもアルミです。まあ、軽いんで使いやすいんです。あとたまにいんです。あとたまにこのなんつうのリッパーっていうのかな、あとよく使うのがこのメス、まあ軽くて切れ味も良くて使いやすい、まあ、でも大半がこれで済んじゃいます。早速始めてみたいと思います。まあちょっとこれは結構カスカスなんで、まあ、ちょっと中見たいと思います。まあ、この古い皮を剥いていくんですけど、新しい、幹を出した方が根が生えやすいので、この古い皮を削ってきます。まあでもこれ結構下の方はもう使えないんですね、多分。もうこれ中もカスカスだともう木みたいになっちゃってるのはもう根入ってこないんで。なるほどなるほど、これ結構、使えないんですね。なるほど。なんか上まで使えなそうな気がします。結構軽いんで、その場合はどうしよう。これで切ってみます。全然多分下の方は使えないですね。かなり。切れもしない。これダメだな。
な、うん、見つけました、ポイント。ここっすね。もうちょっとこっち行こうか。ここにちょっと新しいの見つけたんで、ここ削ってみます。お墓、お寺入りの発根管理初めてです。まあ基本は変わんないんですけど、なんか木みたいになっちゃって使えないところが多い気がします。ほら、これここ向くと、ここよりこっから下はもう木になっちゃってるんで、ここからも根入んないですね。要は生きてないんで、まあうん、見えるかな。普通はもっとね、黄緑色みたいな色してるんですけど、うわ、これすごいね。このハサミすごい使いやすいですね。頑丈なんで、もうこういう感じでグリッてやるとパラッと抜けるんで使いやすいですね。から下はもう使えないですね。まあ、古株の証拠ですよね。結構発根管理やって全然生えない場合もあるんですけど、これ抜いても全然生えてこない場合あるんですけど、その場合はもうね、上まで葉取っちゃう。上の方がやっぱ新鮮なんで、下がやっぱどんどん古いものになるんで、上に上げていくと、新鮮な部分を上げていくことによって根が生えやすくなります。まあでもなるべくね、葉取りたくないと思うんで。でも本当に生えない、もう半年とか全然発根しないやつはもう新鮮な葉も逆に取っちゃう場合もあります。そうすると生えてきます。いやー、これすごいな。
ギリギリだな。飲むかな、まあ、ここ切っちゃってもいいんですけどね。どうしようかな、切ったら切ったらここからこの下のところからも、ね、入ってくるんで切っちゃうかな。意味はないかもね、あっても。まあ、一回残しておきますか。まあ、こんな感じです。まあ、ちょっとこれは後にします。次がこれです。すごいね。これは結構厳しいかもしれない。ああ、出てきた。こうやってやると、新しいの出てきましたね。これね、バリバリって言って。結構ね、こうやって、軽くやるとね、剥がれる、剥がす感じですね。剥がす、削る。なんか硬い皮を剥く感じですか。メスだとね、こうやって間にこの皮とこの幹の間に葉を入れるとね、パリッとやっていけるんで、こんな感じですね。挟む感じで削る。ちょっとパリって剥がれるようになるんで。見づらいかな。これ気をつけた方がいいのは、あんまりこの深くやって傷つけちゃうとダメージ出ちゃう、ダメージ与えちゃうと根入らないんで、そこは気をつけた方がいいですね。いいでしょう。こんな感じ。よいしょ。結構ね、力入れないで、こうやってかする感じでポロポロポロと振って、全部ね、取んなくても大丈夫です、別に入ってこないわけじゃないんだよ、この古い皮があっても。
この刃とこの刃先で削る感じですね。いや、見た目的にこの綺麗なところが、新鮮なところが出てこないんじゃないかぐらいの不安が出るぐらい渋いんで、不安でしたら結構あります。まず本当全部行かなくても大丈夫です。メスは気をつけたですね。怪我したことないですけど可能性あります。こうやって間に入れて、よし、こうやって。結構ね、作業と撮影がなかなか難しい。なるべくこうやって見るの。まあこれ別にやんなくても生えてくるんですけど、まあちょっと今回はやります。生えない場合はこうやって剥くと根が早く生えやすい。あ、これ結構下までまだ生きてます。これね、結構力強いんで使えますかね。こんなもんかな。抜くとね、これなんかフレッシュな匂いします、植物の。この発酵作業は基本的にこれが一番厄介なんで、あとはそうですね、今回は